それではただいまより質疑応答を開始いたします登壇者をご紹介いたします代表取締役社長豊田昭雄でございますミッドサイズビークルカンパニープレジデント中島ひろでございます デザイインン・ン領域統括部長サイモンハンフリーズで,ございますではご質問のある方はマイクをこちらからお持ちいたしますので手を挙げてお知らせくださいでなるべく多くの方から質問いただきたいので大変恐縮なんですけれどもお一人様一問とさせていただきますご協力よろしくお願いいたします それでは質問のある方、挙手をお願いいたします。じゃあ、そちらの、えーはい、マスクをしてる方って言おうとしたんですけど、みんなしてますね、<laughs> はい、お願いします、えー。本日プレゼンありがとうございました、日本テレビ報道局経済部の石井と申します、えー、豊田昭夫社長に質問です。 今回のプレゼンでもありましたがクラウンの挑戦と革新を今後も残していくためにやはり考えなくてはいけないのがカーボンニュートラルかなと思いますカーボンニュートラルを目指すにあたって今回のこのクラウンのパワートレインをお伺いしたいですまた今後さらに新たなパワートレイン例えば電気クラウン 水素クラウンですとか、あとは水素エンジンクラウンなど、新しいパワートレインでクラウンを発売し、そして挑戦をしていくというような計画、希望、そういったものがあれば、教えていただきたいです、はい、あのカーボンニュートラルをやるにあたって、トヨタ自動車の一つの特徴がです、ね、フルラインでグローバルなあのそのネットワークを持っているということになると思います。 そうしますとそのあのカーボンニュートラルはです、ね、それぞれの国の,やはりあのエネルギー政策にも大きく変わってきた結果達成できますのであの我々、えー、フルラインナップメーカーグローバルに展開している会社にしてみますとです、ね、やはりそれぞれの国のエネルギー政策とまた カーボンニュートラルを達成する方法というのは、いろんな一つの選択肢じゃないよねというのが一つあると思います。そんな中を、我々フルラインナップでいろんな車がある中、特にトヨタの場合は、今日のクラウンのようなロングセーラーの車を大切にしております。で、ロングセーラーの車でどういうカーボンニュートラルをやってくるかというと、後ほど中島プレジデントの方からも補足説明していただきますが、 あのー、軍というかです、ね、あのクラウンファミリーの中で、どうカーボンニュートラルを達成していくか、あのー、そのトヨタがおけるすべての社名で達成するというよりも、トヨタは今、カンパニー制を背負っておりますので、あのー、そういう中でどうやっていくか、そして会社全体としてどうやっていくか、その2方向から攻めていくと思います。 あの具体的なところは、中島プレゼントに補足してもらいます、はい、石井様、ご質問ありがとうございました。あの今回のクラウンに関しましては、先ほど、プレゼンテーションでも述べさせていただきましたように、あの一番奥のクロスオーバーですね、こちらに関しましては、全く新しいハイブリッドということで、我々デュアルブーストハイブリッドと言わせていただいておりますが、こういった新しいハイブリッドを軸に展開していこうというふうに考えてございます。 で詳細はですね、あの後ほどあのエンジニアの方が首を長くして皆さんお待ちしてますので、しっかりとその場でお聞きいただければと思います。で、他のこのクラウンシリーズの軍に関してのパワートレインに関しては、申し訳ございません、現時点では詳細、えー、申し上げることできませんけれども、やはりその地域や、まあ、お客様のニーズに応じて、まあ、クラウン、フラッグシップとしてふさがしいパワートレインを その都度その都度用意していくという考えでございます。これはカーボンニュートラルという切り口もそうですし、ファントゥドライブという切り口でもそうでしょう。また、さらにはまあフラッグシップとして、その国に必要なパートレーンといったものもご用意する計画でございますので、ぜひともあのお楽しみにしていただければと思います。よろしくお願いいたします。 Uh, first of all, you know, carbon neutrality, it's often the conversation is about powertrain, but actually there's a real necessity to start to investigate new materials, aerodynamic options, and other answers that add to the case of being able to lower carbon, uh, new, you know, carbon uh, emissions. so i think this is more than just powertrain. デザインの観点から不足してお答えしたいいと思いますしばしばカーボンニュートラルに関するお話、話というのは、パワープレーンを中心に語られます。しかし、実際のところは、例えば素材を新たに開発するとか、あるいは空力特性の面でのオプションとか、そういったものが真に必要とされているわけでありまして、そういう他の措置を導入することによって、さらに炭素の排出を減らすことができるんだということを付け加えておきたいと思います。 石井様ありがとうございました。続いての質問のある方お願いいたします。えー、っとじゃあそちらの前から四列目ですかね女性の方でお願いします。日刊工業新聞の正俊と申します。 えっと先ほどのプレゼンテーションの中であの、まあ、世界ブランドとしてあのグローバルに挑戦していくというようなお話があったと思いますが、えっと、今回このタイミングでそのクランを世界展開していくあの背景とか狙いについて教えていただきたいと思います。あと まだグローバルでの認知度っていうのはない状態だと思うんですけれども、これからその認知度を高めていくという意味でも、あのクラウンのブランド戦略について考え方を教えてください。以上です。はい、松吉様、あのご質問ありがとうございました。私の方から回答させていただきます。まあなぜ今グローバルかというご質問だったと思いますけれども、実は過去にクラウンはですね、あのまあ量は別にしまして、いろいろさまざまな国にも展開してきた。 歴史がございますこれは中近東だとか中国だとかさまざ、あ、まな国に、でまあ、今現時点では海外には輸出してございませんという状況なんですけれども、先ほど申し上げましたように、まあ、ジャパンプライドということを社長の豊田が申し上げましたが、やはり日本のクラウン、ここにありという挑戦をですね、今一度、まあ、これは歴史さかのぼっても歴代詩が夢に思っていた海外挑戦をですね、 新しい武器である TNGA、カンパニー戦も踏まえて、クラウンとして攻めていきたいという思いでございます。まだまだこれから各国のです、ね、お客様のまたご意見も聞きながら、使っていただいて、改善するポイント等あればです、ね、それはしっかりと真摯に耳を傾け、その国、その町一番のクラウンに育てていきたいというふうに考えてございます。どうぞよろしくお願いいたします。Again, I think what is critically important to understand at the moment, in this point in time, is that the people who are looking for a prestige premium experience in the automobile market are incredibly diverse. 私の方から再び補足をささせてください今このタイミングで理解しなければいけないこととして非常に重要なのは自動車に関してプレスティージプレスティージな高級なプレミアムな体験というのを求めている人々というのは非常に多様性に富んでいます。 What's happening in Europe is actually quite similar. So, this is an incredibly good chance to convey the value and the increased diversity of what we've built into the next Crown series. この多様性といった性質はグローバルに日本以外でも共通して見られる特徴であるともいえます日本だけではなく中国ヨーロッパその他の国々でやはりかなりな多様性が見られていますですので非常に良い機会チャンスであるともいえます我々がこの新たなクラウンにおいて作り出した価値バリューそして優れその多様性というのを世界に手伝えていく といういいチャンスだと思っています。マサトシ様ありがとうございました。続いて質問ある方、挙手をお願いいたします。えー、っとじゃあ一番前の方に。川内の谷川と申します。えー、ま先日豊田社長の方は。 えまあこれまで15台のクラウン全部全て乗り継いできたんだみたいなことをおっしゃってました、えー、その乗り継いできたクラウンがまあ今回4車形にいきなりあの発表されて、えー、まあこれに対してはあのもっといい車作りの進化、まあ、あ TNGA の進化があると思うんですけど、えー、その辺りのことについて教えてくださいえっとですね、あのー今回改めて こういう発表会をやってみて私自身本当にクラウンが好きなんだなと,と自覚しましたあの今まであの社長はどんな車乗ってるんですかっていうふうに聞かれてもですねあのコンパクトをいつも乗ってますよと自分のセンサーを磨くためにっていうことを言い続け私自身もここまでクラウン好きだったのかというです、ね、自覚はなかったんですが今回私にとってクラウンというものは本当に 重いいもんんだだったんだなとううふうに感じておりますそれはえ今谷川さん言われたようにえ私の生まれ1956年ですからあの生まれた時から家のガレージにクラウンがあったんですねこの1代目から全部そしてえ私がその本当にそのモータースポーツの原体験を感じたのがちょうどあの2代目のクラウンだったと思います。 あの車でですねあのそのそ本当に富士スピードウェイとかえ鈴鹿サーキットにえ乗せてもらいえ行ったのがあの車ですからそれぞれの車にですねあのクラウンに自分のその時々の人生がまあ浮かんでいるえということに重なると思います。そそれででんな中でえ私自身あの 父親とかですね当時クラウンに乗ってる人を非常にかっこいいなというふうに思いましたしあのただあのそれから元町工場時代は校長さんがです、ね、あのクラウンに乗っておらんですねしかもかっこいいスーツ姿でえそういう姿を見てあのいつか自分もクラウン乗ってみたいなと思ってたのがいつかはクラウンというあのキャッチコピーが出たとかですねあのそういうい中で えもっといい車を作ろうよとまあ言い続けてきたわけですでまあ今回のですね4車種え今までどちらかというとかっこいいおじさまイメージのクラウンがですねえ今回はあの今までクラウンに例えば女性の方がの乗っておられるとあご主人の借りてきたんですかとえ若い方が乗っておられるとあお父さんの借りてきたんですねと言われてたクラウンがえ今回のこの4車種はですねえどれに乗っていただいても。 多分え自分の車、えー、ということがですねできる、えー、ラインナップが揃ったんじゃないのかなというふうに思います。まあ、あの社長就任以来私もっといい車を作ろうよということを言い続けてまい、えー、りまして、えー、ここの両側にいる白い巨頭のメンバーとはですね <laughs>、えー、なかなか話がかみ合わなかった、えー、とこともあるんでございますがあの今回ですねこの TNGA カンパニー制を活用した本当にあの お私にとっても、えー、カローラに引き続き、えー、白い巨頭との会話がですねだん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 かみ合ってき、えー、たんじゃないのかな、その結果がこの今回のクラウン、えー、になっているんじゃないのかなと思います、ただ、あの私からの思いはこうなんですが、まあ、白い巨頭代表して、ですねあの2人からもコメントはいただきたいなというふうに思います、えー、谷川さん、ありがとうございました。 あの白い巨頭の代表としてお答え申し上げたいと思いますあの社長が言うようにですねもっといい車を作ろうよ正直この言葉は最初はやっぱり理解できませんでしたで自分たちの方が技術的にはよく知っているだとかですねそういうまあ思いも正直あったしおごりもあったと思うんですねただ今回のこのクラウンに関しましては先ほどのプレゼンテーションで申し上げましたようにですね実は私マイナーチェンジを提案したんですであの プレゼンテーション上はですね、ちょっと社長は穏やかに話されたことになってますが、実際は私の心臓が縮み上がるような厳しいお言葉をいを頂いたんですけれども、その時にやはり気づいたのは、何のために車を作ってるんだと、もしかすると自分たちが作ってきた車を延命するために、生み出した車をとにかく育てなきゃいけない、その一心だったと思うんですけど、本当にお客様の顔を見て開発をしてたんだろうかと、そこを気付かされました。そういうい意味で あの今回のクラウンチームはですねサラダチーフエンジニアをはじめ本当に一枚岩になってもっといいクラウンを作ろうというふうに言ってくれたんですね。で私はそれを後押ししただけなんですけどやっぱりその開発の最前線までもっといい車作りもっといいクラウン作りといったことが広がっていったということが非常に大きいと思いますしまあこれ以降はですねもう白い挙動と呼ばれることはないと思いますけれども。 白い巨頭の代表の遺言としてこの言葉を残してサイモンに引き継ぎたいと思います。ありがとうございます。 2番目の白いことからお答えしたいと思います。であのマイナーチェンジというのは実はもう本当に眠れませんでした。で、振り返ってみますと、えまさに。 こののの左側に座っってらっしゃるトヨタのあの方ですけれどももあのの方が私どどど背中をどんどん押してくださったという気がいたしますでどういうことかと言いますと、ルールは破ってもいいんだということをそこで伝えられたと。それは極めて重要だったと思います。 The creativity, and also even if you have that creative uh, belief as a designer, you need somebody that can make it, and that is where Nakajima-san comes in. So this time we had both uh, the political, if you like, you know, support from Toyoda-san, but also the real support about how to make what we believe needed to be created. So this is incredibly important. それからまたデザインという観点から言いますと本当にいいデザインを生むためには単にデザイナーだけが作れるわけではないわけです。本当にこのデザインをするというスペースを守ってくれるそれからまたデザインをする上でのクリエイティビティそれが発揮できるようなきっかけとなることが必要でデザイナー以外の人々の力が必要なわけです。そういっったた意味では今回本当ににこの想像するにあたって 中身に関しては何を作ってもいいということが極めて言われたということが重要だったと思いますデザイナーが本当に信じているこれこそ作らなくてはいけないと思っているものがあってもそれを本当に作れるということが必要なわけでそれをやってくださったのが中島さんですですから繰り返して申し上げますと今回は 豊田さんの方からある意味で政治的な支持が得られたと、それに加えて真の意味でデザイナーもクリエイティビティを発揮しましたけれども、それを実際に作り、それからまた形にしていくということをしてくれる人々がいた、それは真の意味で信じられないくらい重要なことだったと思います私からも質問してよろしいですか。 すみません <laughs> あの今ねあの、白い巨頭にダメ出しされたというあの、ちょっと言い方悪いですけど、という発言がありましたけれども、あの実際に出てきて、見た時ときと、乗ったとき、これ、もっといい車になったって実感は社長、ありましたあのこれ、最初、この一番左手を悩んだんですよね、で当時、セダン市場が非常に縮小したと。 私、まあ、我々はそこまで縮小したとは思ってなかったんですあのクラウンはクラウンでねあの相当な台数をご愛顧いただいておりましたのでですけれどもあの本当にセダンに変わるセダンがあるんだろうかそしてあのプレゼンでも言いましたけどクラウンの立場がですねあの長男坊から、えー、ミニバン系のアルファードとかいろんなのにショーファードリブンも変わってきたと思うんですね。そうすると ある程度のスペースがあのその要求されるそしてあのミニバン系というのはスペースだけじゃなくて運転してる目線もですねあのちょっと見通せいいんですよねでそういうのに慣れた方が本当にあのセダンを受け入れる時にどうなんだろうですからあの中島プレゼントのプレゼントでも新しいセダンの形っていうことがあったと思うんですがあの悩みに悩みました。そそしてそのあのあ 原点に戻るとやはりクラウンの15代の歴史は絶えずですねチャレンジしてきた歴史だったと思うんですね革新えそしてそのお客様の声というそのあのそれで行き過ぎてはいけないあのそんなところでこの形がまず出てきましたでえじゃあ乗った時どうなのって言った時にですねあのその背高者のようにも見えるんですけれども乗り降りは あの非常にセダン化のごとくですね、非常にあの簡単に乗れます、ぜひお試しいただきたいというふうに思いますが、こ,この形が受けるかどうかというのは、これはお客様が最後決める話だと思いますが、あの我々いろんな形ね、ロングセーラーが生き残るあの唯一の,あの,そのまあ方策というのは、やっぱり自らが変わっていくということだと思うんですね。 ですから、あのー、自ら、えー、変わるチャレンジをしながらですね、あのー、こういう,うクロスオーバーが出てきた、えー、ただ、クラウンっていうのは、もっとこの多様化した世の中において、いろんな方がマイカーとしてね、えー、やる時代でもあるよね、えー、世界にチャレンジをするということはあの、そういうことだというふうに思いますし、えー、全世界のトヨタと関する、 あのお店でフラッグシップとして売ってもらう車ですので、えですからそういう意味では、ですねあのいろんな方があの、まあえー、誇りを持って、えー、興味を持っていただく車という意味では、えー、仕上がったんじゃないのかなというふうに思っております谷川さんもありがとうございました、勝手に追加質問しちて、すみませんでした。 交通コメンテータータの西村とといいいいまますす社長にお伺いしたいと思いますあの行き過ぎないというのは、多分人に寄り添うという言葉にも通ずるのかなと思うんですが、先ほど、プレゼンテーションの中で、テスト車を降りられたときにクラウンらしいねというふうに発言されたということなんですが、そのあたり、走りの質というところでクラウンらしさ、教えていただきたいと思いますこのクラウンらしさっていうのは難しいんですが、あの私あの、じゃあ今、答えがあるのかっていうとね、 あのないいと思います、えー、ただそのえ自分がドライバーとしてかつその子供時代は乗せられる一人の幼児としてえそしてそのえある時は後ろに座るねゲストとしてえいろんなところで関わってきたえ車としてはあの乗った時の「あこれクラウンだよね」と思うか「ちょっと違うよね」と思うかもう全く答えになってませんけど。 あのそういうことだと思います、ですからあの、これってなんかクラウンらしいよねとかね、えー、これってなんかクラウンとは遠ざかっちゃったよね、そんな会話をです、ね、あの随分とお長く、えー、かつ何回もあの積み重ねてきたという記憶はございます、えー、そのあたり、どうでしょうか、お二人は。はい、西村様どううもありがとうございます あの確かにクラウンらしさって難しい言葉だと思いますあの。これといって定義を設けてるわけでは正直ありません。やはり長い間ですね、クラウンをご愛顧ご愛いただいたお客様が、クラウンだなと思っていただける、例えばリラックス感かもしれません上、上質さ加減かもしれませんし、乗り心地かもしれません、ただそれは一つ一つがデジタル的に数字になって現れるものではないと思っておりまして、まれ、あ、わも中ーフエンジンだと何度も何度も車を乗り、 クラウンと乗り比べ、木を照らっていることなくクラウンらしいと言えるかどうか、まあ、そういったことを繰り返してまいりました。ぜひともです、ね、あの皆さんにもお乗りいただいて、これ本当にクラウンだなって思っていただけるかどうか、またそういったところ改善のご意見があればですね、どんどんいただいて、それもまた我々の次の糧として頑張っていきたいと思いますので、何卒ご愛顧のほどよろしくお願いいたします。 The words challenge, dignity, uh, in a sense of in Japanese a yeah. hinkaku, and uh, also a very important point is is attainable. For for the average person, it's an attainable uh, product, and I think that uh, when you see a Crown this time, what we try to put in design terms is not to let it get too overbearing, for it to be just handsome, to be ah oh, that looks cool. And I think if you can find that measure, then you find what Crown should be. はい、デザインの視点からもかなり長い間そして一生懸命この点をクラウンらしさというのを考えましたそしていくつかのキーワードを挙げればチャレンジであったり品格であったりまたさらに平均的な人の手に届くアテーナブルという言葉もキーワードとして考え続けてまいりましたそして今回このクラウンを見ていただくとそのデザインからかんした,かん描いた時には、えー、かっこいいとた クールであるあまりその威圧感がない。そこを大事にしてきました。あとですね。あの、先ほど答えはないとは言ったものの、クラウンに唯一あると言うん。であれば、クラウンには型があるような気がいたします。あの、その歌舞伎の世界とかねえま、いろんな芸事の世界では幼少期の頃から基礎を徹底的に叩き込むそして。 絶え間ぬ習慣によって作り上げた基礎があるからこそ型というものが決まっていくんですねで型がある人間が型を破ると型破りただ型がない人間が型を破ったら型なしというふうに言われるんですねですからこれ15代続いたということはですねやはりあの型というものがあのクラウンにはあるんじゃないでしょうか。そそしてその型を 15台続けて大事に大事にやってきたからこそ今回これを型破りと言っていただくかどうか分かりませんが少なくとも日本から世界にチャレンジする車としてですねスタートラインに立てたという思いでございます。西村さんありりがととうございましたたちちょっっこちらばっかりやってすぎたのでで奥側で そもそも手を挙げている方がそちらが少ないのかな <laughs>。えっと、じゃああの一番前の黄色い方お願いします。モータージャーナリストの内田と申します。本日はおめでとうございます。デザインについて教えてください。クラウン という名前を関して四つのボディタイプがあります。えー、それあのそこで名前が一緒ということは当然デザインテイストとしても共通面があると思います。その点について教えてください。Thank you for your question.、Uh, first of all, you o k n what t e w h we wanted to achieve was to give each car a unique experience. You know, And from a design point of view, what that meant was translating that experience into form.

And the reason for that is that I want to create a situation where each car has an undeniable unique value to the customer. In other words, it's not a copy paste situation. Hey. それはどういうことかと言いますと例えば伝統的なやり方でそれをやるとするならばすべてのデザインが似たようなものになるということにもなりますしかし今回の場合はあえてそうではないという選択をいたしましたどういうことかと言いますとその理由はそれぞれの車に関して否定しがたい消しがたいユニークな 形それかかかららままたたた特徴を体現させたかったからでありますユニークな価値をそこで表したかった。真似したようなものではないものにしたかったということです。 最後の点ですけれども、ヘッドランプの周りのフロントをご覧いただきますと、確かにそこはすべての車検に関して一貫性がある形にしております。しかしながら、最も重要なこと、最もわれわれは大切にしたことは、お客様の観点から見ていただくと、それぞれに車が100%お客様が求めていらっしゃるものにするということです内田あありががとうございいいまましした続いての質問がある方お願いします。 えっとじゃあこの真ん中のはい前から言いよう三番目ですかね三列目はいあの中日新聞の白石と申しますお願いいたしますあの私の方からはですねあのクラウンの変化とセダンについてお尋ねしたいと思いますあの今回そのクラウンがですね伝統的なそのセダンから 車系とか駆動方式含めてかなり大きな変化を遂げたなっていうのは非常に印象的なんですけれどもあの今回このタイミングでそういう決断をされたちょそもそもあるんですけれどもあればちょっと教えてくださいっていうこととその関連であの車系で言いますとですねあのクロスオーバーですとかスポーツ SUV ですとかかなり SUV 的要素があの入ってきた車が多いと思うんですけれどもそれでもセダンを一つ残して継続されてるっていうところの思いがあれば。 教えていただきたいと思います。お願いします。あの最初にセダン廃止とあの報道いただいたのは中日新聞だったと思います。<laughs> あの時我々一切言ってませんから。<laughs> でもそのおかげでですね、あの本当にクラウンのムーブメントを作っていただいたと思ってます。あのやっぱりあの時ですね、えー、今日もプレゼンでも申し上げましたけど、えー、クラウンは四難坊だ。 なんだもんだだもというふうに、我々社内では思っておりましたが、やっぱり世間の反応というものはですね、やっぱりクラウンに対する思いというのは大変だなということを改めて感じさせていただきましたし、ただ、我々一度もセダンを廃止するとは言っておりませんので、の今日この4車種がオフィシャルアナウンスメントであります、ですから、ただ、こういう噂がですがいっぱい出たこと。 これが一つ、クラウンに対する期待値であると思いますし、逆にあのジャーナリスト含め、メディアの方々がですね、こうしてクラウンをあの話題にしていただいたこと、そしてこのクラウンをがまた世界に再挑戦いたしますので、そういう意味ではで、いい発射台を作っていただいたというふうに思っております白石さ様ありがとうございますお答えさせていただきます。 あのまあ、今回、なぜ4タイプか、また駆動方式はいろいろ昔から変わってるんじゃないかというようなお話だったと思うんですけど、やっぱりそのプレゼンテーションでも申し上げました通り、これだけ価値観が多様化している中、それからやっぱりそのクラウンという歴史をひもといても、ですね革新と挑戦という中で、ボデータイプも駆動方式も別に述べられているわけではありません、それから先ほど社長の豊田が申し上げました通りですね、 カローラー含めてやはり変化時代に合わせて変化をしつけるだからこそロングセラーカーであるとまあ、そういった定義から見てまあ、我々もとにかく固定観念を捨てるとこからスタートするっていうのが正直なところでございましたまあ、ボディタイプも今回この4つにまあ、ある意味収まったというのが正直なところでございまして様々な可能性といったものも、えー、社長の豊田にも相談したという経緯もございますただその中でやはり 王道ののセダンいいったたももをどうう仕上げていくべきかっていう議論も正直ありましたあの最初はですねあの、まあ、セダンのマイナーチェンジを私、まあ、止められたわけですから、えー、意思決定する場で普通はあの車に5をかける会議なんですけどそこで初めてノーと言われたという会議でしてですね本当にショック大きかったんですけどもただその場でやっぱり議論したのは先ほど豊田が申し上げました通りクラウンって何なんだという原点に変えるところそころからあのクロスオーバーが生まれ でその後やはりセダン、それができたからこそ、セダンってどうあるべきかっていう議論、まあ、さらにはまあハッチバックとかワゴンとか言いましたけど、このスポーツ SUV、それからエステートというグレード名で申し上げてますが、そういった車にも及,び及んだということでございます。そういう意味では、非常にこれあの、えー、やっていく中ではですね、えー、どん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 、正直変わってはいきましたけど、ある必然性を感じたと思います。やはりクラウンとといいううものがあるるにちゃんとハマってかかどうか それを型破りすること、結果としてまた肩に収まるま、こういったことをあの社長とのディスカッションの中でできたのかなと思ってございます、まずこの4つのボデータイプ、それから駆動方式に関しまして、さまざまなご意見あるかと思いますけれども、ぜひともご視聴いただき、ご体感いただき、またご意見いただければと思います、ありがとうございました。白石ささんあありりががととととうございいいいいままままししたたたた予定のの時間が迫っててで問せだきたいと思います 質問ある方。一番前の、はい、白いシャツの方にお願いします。一番前の白いシャツの方。はい。あ、あのベストカー編集部の梅木と申します。今日はありがとうございました。えっと、あの、先ほど、まあ、司会の方の質問でなんとなく分かってしまって、あの、その、なぜクロスオーバー。から、まず最初に発売になるのかと。 いいううこととをもも度ちょっと確認したいんですけれども、えーまあ、今日とりあえず4つあの形を見せていただきながらまず最初に発売するのはクロスオーバーであるとでそれに引き続いての3つはどのぐらいのタイミングで発売実際の発売になってくるのかというところが お伺いしたいところでもあります。またこのグローバルの展開ということですけれども、この四社系すべてグローバルで展開されるということでしょうか。日本国内では四社系ともすべていずれ出てくるということの認識でよろしいでしょうか。以上です。ベストカーさんいつも気が早いですよね。の <laughs> <laughs> あの,あのこれですね。あの相談をした順番で出てくるというのが <laughs>。 一番正しいい理解だと思います、あのー、最初、えー、セダンに変わる形は何というので散々議論し原点戻りそしてクロスオーバーが出てきた、えー、そして、えー、セダン忘れちゃいけないよということで、えー、私の心はこの2車系なのかなと思ってたんですよそしたら、あのー、この2人を中心にですね、あのー、ミッドーーサイズビークルカンパニーのみんなが2つ足してきたんですねそれで <laughs> 調子に乗ってんじゃないのと <laughs> あのそれは調子に乗ってんじゃないのという答えが私の口からは出ましたそうしたところやはりあのこれが私がずっと言い続けたもっといい車を作ろうよというのに対してカンパニー製陶 t n g を作った賢い車作りのトヨタの技術陣のですねそしてまた生産技術も含めた形の 彼らの回答だったんですねそれであのやってみようということだったんですがやっぱり決断した時期があのそれぞれのタイミングがありましたのであの車の開発というのはご存知のようにあのそれぞれのリードタイムがございますのでそんなことから同時というよりはですね一個ずつ、えー、という形になりましたでただじゃあなんで一個ずつ説明をしないのと。 こういうことがまたご質問で出ると思いますけれども、それはやはりこの16代目になったこのクラウンが世界に羽ばたき、またクラウンの名自身を行うにあたってです、ね、私どもの意気込み、そしてクラウンの変革ぐらいというものを一度、皆様方、そしてお客様にご説明をした上でです、ね、選択のチョイスをお客様に持っていただくということを我々は選択したというふうに思っておりますので、 あの、その都度、あの、盛り上げていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いし,します。鈴木様、ありがとうございました。では、恐縮ですけれども、最後の一問とさせていただきます。えっと、真ん中の前から三番目の白い眼鏡の、はい、方、お願いします。フリーランスの山本晋也です。よろしくお願いします。 えと僕が聞きたいのはです、ねえー、と先ほどプレゼンの映像の中でクラウンがトヨタのモータースポーツ初めて参戦した車という、まあ、あの紹介があったんですけれども新型クラウン原点に戻る。 とととというところとあと今のトヨタはモータースポーツを起点としたもっといい車作りを進めていますけれどもこの2つが融合することがあるのかつまりこの新型クラウンでモータースポーツに関わるようなことがあるのかというのをお聞きしたいですなぜかというと、えー、この先に今4台クラウンが出てますけれども5台目、えー、GR クラウンのような存在があるのかどうかというところをお聞きしたいなと思います。あともう1つ気になるのが 入り口に、えー、歴代モデルと歴代の主査の写真が展示されていると思うんですけれども、この質疑応答の席に、この新型のクラウンの主査の人がいないというのは、なんとなくこう違和感があるんですけれども、えー、その辺はなぜなのかというところを教えてください、よろしくお願いします。ま、えー、まず私からら回答ささせててていいいいいただいて補足してもらえばいいと思いますす、あのー、多分、えー、深夜さんはですね、えー、GR ヤリス GR カローラと続いたので、GR クラウンはあるのかなというようなのが最初の,あのご質問の趣旨だというふうに思います。あのまずですね、あのこれ、えー、GR ヤリス、GR カローラも、モリゾーの顔が、えー、優先順位が先になって出てきた、えー、車だというふうに思っております。えー、こののクラウンはやはやりトヨタの あのフラッグシップでございますので、私にはご存知のように3つ、4つの顔がございます。受講会会長、トヨタの社長、そして、森蔵という顔があるわけですが、今回はまずはトヨタの社長、そして66歳の豊田昭夫という方をですね、ちょっと優先してもらいたいなというふうに思っています。そういううういい意味ではははまずはこのの車に私がどうフィットするかというのは レーシングスーツ姿ではなくて、ですねあのスーツ姿、そして普段のカジュアルな姿にがまず似合うように、私はあのこの車は使っていきたいなというふうに思っておりますので、当面はですねモータースポーツに使うことはないというのは、森蔵はそう思っております。ししかしながらご存知のよううにトヨタという会社は あの社長の言うことは誰も言う、聞かない会社でもございますので、あのそういう意味では、そしてまた、えー、こういう車をどうするかというのは、主査の専権事項でもあるし、カンパニープレジデントがあのそのへんのです、ね、権限を持っておりますので、その辺はどうなるかは分かりませんが、あの森蔵としてはそういう意見を言い続けたいなというふうに思っております。それともう一点のご質問でありました、あの今日なんで主査がここに出てこないの そしてフォトセッションの時だけいたよねとこういうですねことなんですがあの以前でありましたらですねこれ4社4車形ありますので多分4人のチーフエンジニアが出てきたんじゃないのかなと思いますで今回はこれ4車系あったんですが1人のチーフエンジニアがやってきておりますでこれはあのやはりあの主査の基本を作ったというのはやっぱり中村健也さんとですね あともう一方、カローラの長谷川さん、長谷川さんね、このお二人がいわば主査10か条というようなのも作られたという理解でおります、そして、あの主査制度というのは、トヨタの会社の中で技そのものだと思います、あの生産サイドが TPS というならば、やっぱり開発サイドにおいては、この主査制度。 えー、というのがまさしく技そのものなんじゃないのかな。えー、ですから歴代の主さたちも、えー、歴史をもって、えー、評価をされて、えー、まいりました。えー、トヨタのお思想技主さを受け継いでいく、えー、このおまあ、えー、だから、えー、として、まあ主さ制度こそトヨタの商品経営のあの真髄である点からですね、主さとは 本来は名取のようなもんだというふうに思っておりますで一時期ですねあの車の発表会となりますと主査がプレゼンテーターかのごとく出てきて発売されるとまた次の料理作りに行ってしまうえそんな時代ございましたあの私はですねあのそういうものではなくてこのクラウンが主査でやってきたように2台3台4台続けて その車に愛情を注ぎ込むことによってですね、本当にお客様がいい車というものにですね、ご納得、そして喜んでいただく車ができるというふうに思っておりますので、あのー、ぜひともですね、あのー、そういう形で、今日はこの場には出席はさせておりません。えー、ですが、あのー、こういうのは、主査を、主冊のリードアシップとして、こういう車が、 出来上がってきてるというようなこともですね、ぜひ皆様方にはご理解いただきたいと思いますし、その場を作っているのがここにいるですね、あのまあ幹部であるというご理解をしていただきたいなというふうに思っております。あの現在ですね、あのその主査制度このカンパニー制になってこの主査制度の本来の形 というのはですね取り戻しつつあるんじゃないのかなというふうにも思っておりますので、ぜひともですねこのあと、チーフエンジニアによる個別車両の説明がございますので、そのあたり、いろいろ厳しいまた、質問を投げかけていただいて、ぜひともチーフエンジニアのこと、苦しめていただきたいなというふうに思っております。 高速はよろしいですか大丈夫ですねはい、山本さんありがとうございましたえっとまだね何人も手を挙げてくださっていたので恐縮なんですけれども予定の時間となりましたのでここで質疑応答を終了させていただきますお忙しい中長時間お付き合いいただきまして誠にありがとうございました